とひどいなこれは。事務所出た瞬間もう雨がすごくてびっしょびしょになっちゃった。だけど今回はね高田馬場に来てて、ひょうりさんにねまたお邪魔しようと思ってます。ひょうりさん取りすぎかな。ひょうりさん私めっちゃ好きやから、ひょうりさんめっちゃ来ちゃうんやけど、ちょっと取りすぎって言われても私好きやから通うわ。ごめん。今回はひょうりさんでまた新しいメニューが出たので、そちらを今回はまた特別仕様で頑張っていただきたいと思います。今度はねキムチラーメンが出たらしいよ。絶対美味しくない。なんで早速お店行ってきたいと思います。いやすごくない？めちゃくちゃ美味しそうなんやけど、これがひょうりさんの新しいメニューのキムチラーメンですね。唐揚げとかもやしとかも乗せていただいて、ちょっと特別仕様のデカ盛りになってます。このキムチラーメン最後におじやするとめちゃくちゃ美味しいので、美味しいらしいの、まだ食べてないか分かんないけど。でそれ用のお米とあと温玉4つもいただいちゃったよ。韓国のりのなんかフレークみたいな、これが前回さあっかけチャーハンいただいた時のさ瓶のあれあったさ、使ってたやつ。今回はそのリーさんのキムチを使った新しいメニューなんだから、ちょっとねこっちはさほらスープの味とかも混ざってるから、そのままのこのキムチもいただいちゃいました。ういーめっちゃ美味しそう。今回も楽しみつつ、でも量はすんごいんで、まあ会食できるように頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。近いのはキムチ鍋っぽい感じ。めっちゃ美味しい。キムチって感じ。甘みっていうよりかはどっちかっていうとそのしょっぱ寄りのキムチって言ったらいいの。こんなに酸味があって唐辛子のパンチはあるんだけど、めっちゃ辛いってわけじゃない。おいしい。
辛さは見た目以上にそんなに辛くない。これで豚キムチ作ったらめちゃくちゃ美味しそう。誰か作ってくれんかな。めちゃくちゃ美味しい。はい、たけで改めましてゆいまやです。今回のこのキムチラーメンはやばいよ。本当に一生出してほしいぐらい美味しかった。だけども早速今回はコメント返しの方させていただきたいんですが、またこれもね、本当に一部の方しか興味がないと思うんやけど、こちらですね、私のメイクとか興味持ってくださる方がね、やっぱりこうこんな私でも一定数いてくださるんですよ。前なんか動画でも触れたけど、メイクすごい好きやし毎回変えたりとかもしてるんでめっちゃ嬉しいです。一応私がいつも使ってる定番のやつはここに一回貼っとくわ。バーンって、なんかもしご参考になれればと見ていただけたらいいなと思います。なんかブレベとかさ、イエベとかあるじゃん。正直全然わかんないし、まあ、多分分かっても私はねオレンジもつけたいし青もつけたいしピンクもつけたい人なんで興味はあるよね。 YouTuber さんとか結構見るの、メイクの。どっちかっていうと女性より男性のメイクめっちゃ見てたりしてて、本当にやっぱメイクとかって男女関係ないよ。なんか答え概念みたいなのはあるのかもしれないけど、それより自分がやりたいことを何でもやるのが私は一番だと思います、と思いました。ちょっと話ずれちゃったけどね。まあ今でもそうなんだけど、リップって絶対取れてしまうんよ。ちょっとでも取れづらい、なんかバリエーションも豊富でみたいな感じのを、いつかなんかね共同開発じゃないけどさ、なんかみたいなのもしてみたいなとか、ちょっとこそっと思ってたりもしています。まあそんな感じです。引き続き動画の方見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあね。柔らかいしジューシーだしさ、味付けが最高にいい。めちゃくちゃ小麦か、小麦の香りがするよ。野菜をたくさん食べたくなる感じなのね。
これはね、本当に美味しい。辛くなるやつ。この辛くなるやつが本当に美味しい。よし、これで我慢しよう。メインにしてもう食べたいぐらい美味しい。やばいこれ。これちょっと美味しい。Thank you.
元気です。